また身内きりなものを作ったのか。とても爽やかな気分になるんだよ。実験開始だり。ブタゴリラがなぜいい子になったか聞きに来たなり。あ、コロスケ、どうもおかしいと思ったらそういうことだったのか。いや、別にそういうわけじゃん。ブタゴリラのことは口が裂けても言うもんか。本人の名誉の問題だからな。すると知られると恥ずかしいことなのか。おい、どんがりいるか。ブタゴリラだ。どんがり面白くなってきたなり。やめろコロスケ。入るぞ。あ、キテリスたちも来てたのか。早く来ないかな、サンタのおじいさん。ふに、行っちゃった。じゃあ、ブタゴリラが変わったのはクリスマスのため。ああ、いい子でないとプレゼントがもらえないもん。やめろよ。あれ、俺今なんか言ったか。何も聞いてないよ。なあ、キテレツ。なんにも。サンタクロースが来るなり。わあ、コロスケ。もうダメだ。おとなしくしていればな。ブタゴリラ、もしかしたらサンタクロースを信じてるの。あれ、お前たち信じてないのかよ。そりゃ小さい時は信じて。あんな情けない連中だ。人間サンタさんが信じられなくなったらおしまいだよ。そうかな。